はい、皆さん、こんにちは、クラッシュです。今回は、CT で新しく追加されました、新マップ遊んでいきたいと思います。ということでね、まぁ、新マップの、なんだっけ、名前。アルビション。な、名前ですね。なんか、どっかのプロゲーマーみたいな名前してますね。なんか、どっかのプロゲーマーの名前がアンビションって言うんですけど、それみたいですね。で、まぁ、このマップなんですが、雪山ですね。まあ、ロシア DLC ということで、まあ、完全にその延長戦とか、そのアップだな、その関係のアップなので、まあ、雪山なら当然って当然なんですが、まあ、野宿雪山アップですね。ということで、とても視認性が悪く、なんだろう、歩兵戦向きではないかもしれないですね。個人的には歩兵戦やってて結構辛いです、正直。常に裏を取られたりとかして結構きついものがありますね。さあ、シティに行きましょう。で、どうすかなぁ。ちょっとね、このマップ名称っていうか、拠点名称も意外と面白くて、なんかラジオステーションみたいな、とか、っていう名称がね、さっきの F 拠点かなついてて。あ、多分、ここでのラジオの意味は、おそらくなんだろう、通信管制室みたいな、なんか通信室的な意味だとは思うんですが、まあおそらくですが、まあ施設もなんかそういう感じの施設っぽいので、大事で対戦的なね、っぽい施設なので、まあなんとなくそういう感じはするんですが、まあ間違ってたらすいません。なんとなくそういう感じはするだけです、あくまで自分が。OK。私はあえて新武器を使わないです。こっちの方が強いからな。絶望。さあ、次行きましょう。ゼルプマークスマンとか使うか。ちょっと使ってみるか。どんなもんなのかを。このアップ、なんだろう、なんか、このアップはどうなんのかなっていうね。まあ、検証も兼ねたけど。ピンが悪いから非常にやりにくいか、ちょっと。スコープがある気はね、結構、なんだろう、偏差とか、変化が結構すぐね、ピンで現れてくるんですよ。もう、最悪。うまいんだよな、無駄にこういう人たち。無駄にうまい。CT に来る人たちは結構物好きが多いと思うので、まあそうなるんでしょうね。いないか。目の前じゃねえあれ。そうか、ナイス。ナイスカット。中入ろうぜ、さ。まだいるっぽい、こっち。大人すぎ。これ、アイアンサイト本当に苦手なんだよな。なんか、なんでもいいからサイトがないとやっぱきついよね、FPS って。BF1 300時間近くやってますけど。それでもできないですからね、アイアンサイトは。スーか。なんで突然ファクト始めてんだ、こいつ。ちょっと切っとくか、邪魔だね。さあ、進もう。まだ固定砲か。固定砲の中の人殺せないからね。かなり厄介だよ。まあさあ、もう。強いんだよな、いちいちそれ。
あの LMG 一時強いんだよな。え、引っかかった。何これ何これ何これ。あ、あ、びっくり、引っかかったんだが。さあ、どこいた。オッケー。おいだ。おいだ、ま、落ちなかった、落ちなかった。ファック。危ない。早く落ちて、邪魔。邪魔だよ。やり。危ない。おお、やれた。マックスマン。SRSか。お、いいね。いい拠点っすよ、こっちで。勝ってるね。いい感じに。また飛行機が落ちろ。全然当たんないんだよ、なんだあいつ。ほんと直接するよな、ラグと。一応でも130ピングなんで、ちょっときついっすね。少し偏差が違ってきますからね。やっぱ当たんないんだよね。C ってそっち側から起動するか。あんまり長く海当たってると PUBG じゃないから、 PUBG はあの海当たればなんだろ、水の抵抗があれあるんで強いんで弾当たんないんですけど、弾当たりますからね。えい、あれいるんだよな。いた。さあ、どっかいるかな。もういないか。なんかあれで窓線で打ち始めんのか。シュールだな。今考えるとかなりシュールになりそうだ。あれか。まあダメージ与えてれば大体みんなひるむから一回回避な、それでいけるね。向こう岸にスナイパーがいると思ったら一回打つの大事ですね。当てればサプレッションで、綺麗に飛ばなくなるんで、まあ、飛ぶって飛ぶんですけど、うまくは飛ばないので、それで。だとか、単純に、視界が赤くなって見にくくなるだとか、いろいろあるんで、まあ、そういうところも含めて、一回打っとくと大事ですね。LMG とかあったらね、やっぱ、牽制打ちしとくだけでも全然、敵のなんで命中精度が下がるんで、かなり大事ですね。死んだか。ナイス。死んでる。敵がいるってことか。待つか。おお、ナイス弾、ありがとう。助かる。起こしてやるか。リリリ、うわ、なんだお前。乗り物か。戦車兵だね。戦車兵だねな。体、なんだっけ。操縦士みたいなやつだね。ゼルフの倍率が高い。4倍は高い。普通にスナイパーだ、完全に。
ねえしかわにあーどこ行った大丈夫だね。いやでも死んだね。こっちから一枚いないか。拠点の中行きましょうか。乗ってるあいつ。バキュー。俺をカバーしろ。おら死ね。刺し殺し。オッケー、刺し殺しましたよ、ちゃんとこれで。沸かせて、沸かせて。が分体行動してる。踊り場は強い。そしてよし行こう。いい拠点数だな。あと A しかない。暇だ出てきた。ぶっ壊れた。あれ？なんか死んだぞ。アディ行くか。銃与えてるからね。あれ落ちないでおかしいんだよね。5とか15だよ。こっち40。他の人持ち当たってないってことか。みんなクソ M なのか。やっぱ思った。これで十字レティクルだな。狙いにくいわ銃じゃないと。オッケー。うわいマジかよ。すげえ。ナイス。だって F 取られて F 行きましょう。取られてあのもう A 行ったらやばいんで、取られてる拠点、取られてる拠点だけ行きましょうのがいいっすね。絶対 F 取り返してるし。どうなってんだ。終わった。終わり。あとドレッドノートだけだね。やることないな。まずは景観を楽しむか。でもずっとなんかさ、気がかあの特になんかコメントなくさ戦ってたけどさ、綺麗だよねやっぱ。普通にマップ的にはすごい綺麗だよね。それだけはずっと思ってた。ずっと綺麗だよねこのアップ。あのここは戦場じゃなかったら普通になんかいい景色ゲームみたいな感じだもん普通に。え今は21だよ。あれ落ちた、落ちたでしょ。あれは落ちたか。いやもう落ちない方がおかしいわな。あんた言ったんだから。
セルフうっさいんだよな、でも銃声が。一つ問題であるとしたら。セルフは銃声がうるさい。お前長ずったと思ってんだ、これ。あ、刺されたし、わっさ、ファッ。対空するとああいう風にされるから嫌なんだよね。スシーバメディックランクに。本当にリボルバーが強い、本当に強い。なんか死んでる。皆さん行ってくれ、俺は前線に行こう。前途じゃないか、普通に拠点数は取ってるけど、全挙まではいかない。全挙したらね、速攻で終わるんだけどね。あと泳ぐしかないかな。乗り物乗っていく。早いんだよな、あれ。みんな怒ってそう、あれ乗ってからだろう。2人しか乗ってないしね。あれは怒りますよ。さあ、ちょっと待ってくれ。行かないでくれ。ナイスカット。早く落ちろ、邪魔だ。分かってるって。F 行こう。 F 終わりそうだね。でも F が終わりそうだから、もう B に出に行こうかな。入れるか、入るか一応。まあ一応入っといて。おい、落ちたね。やった、うざかったから助かる。弾がない。またうちのチーム意外と援護兵がいないんだよな。クソ強武器があるのに援護兵がいない、なんでなんだろう。トーチ看護スナイパーばっかりだよね。金サーバーだったっけ、そんなはずないからね。ライス公式だっていう。強武器されて強武器すぎて禁止されましたみたいな、サーバーね。あれ弾なくなった。とりあえずアーモン、アーモンが欲しい。戻らない、起こさせて。出撃起こした、おめでとう。危ない、オッケー。こいつだ、なんだこいつ、箱持ってないんかい、無能かよ。なんだ白衣とクロスボランチャーで舐めてんのか、マジで。白衣とクロスボランチャーは舐めてるだろ、いくらなんでも。それは違うだろ、いくら全然。援護兵や最低でもパックかバックどっちか持たないとやばいよね。
じゃあ、いいね、コンクエストコントローラーいただき、なんだ、上を登っていきたい。おー、いた、いる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 、オッケー、リボルバー一発で仕留めていく。とりあえず戦闘は任せるか、警戒兵、自分はサポートしとこう。ちゃんと弾がないからね。何せ弾がないから一番大事なところ。補充カット、ナイス警戒兵、起こしてくれそう。神ありがとう。ソシーバー、さあもう一回 DA 行こう。そしたらこの試合終わりかな。22分23分ぐらいかな、だいたい。いいっすね、普通に良い試合時間でしたね。これやべえ、飛ぶ普通に、これまずいぞ、普通に飛んじまう。場所が悪い、やばいやばい、場所が悪い。やべやべやべ、通れん、ここ終わったか、ビクトリー、よし完璧。ということで、ね、今回は新マップを、分隊随伴しながら遊んでみました。ということで、まあ、これからも新マップの動画とか上げていきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。